平成24年4月16日、阿蘇市内牧の阿蘇中学校で制服をデザインした田山篤郎さんへの感謝状の贈呈式が行われました。田山さんは熊本市出身の世界的なファッションデザイナーで、田山さんが阿蘇市に家を建てたことが縁となり、今春統合した阿蘇中学校の制服デザインを無償で引き受けました。式では佐藤義雄阿蘇市長から田山さんへ感謝状が手渡され、その後の日吉教育長の謝辞では、制服が完成するまでの経緯が紹介され、実際に制服を着ているところを見ていただき、感謝の気持ちを伝えたいとお礼を述べました。生徒代表謝辞では、小野修斗君が地域の方にも素敵だね、かっこいいねと声をかけられ、この制服をとても気に入っていますと感謝の気持ちを述べました。田山さんは自信を持って誇りを持って制服を着ていただいて、次々と素晴らしい伝統を築いていってもらいたいと挨拶しました。新しくですね、阿蘇中学が、校舎から場所から全てですけど、できるということで、次の時代というのを意識してデザインしました。それでやっぱり、国際的といいますか、世界に通じるといいますか、そういうことを非常に意識しまして、生徒たちには誇りを持って来ていただけるような制服をデザインしたつもりです。ここの阿蘇が持っている水と空と、きれいな空気と緑というものを非常に考えまして、スクールカラーといいますか、制服の中にいろんなところにそのスクールカラーをグリーンとブルーといいますか青にしまして、採用というかいろんなところに入れました。